拓也ちゃん、僕和也ちゃん、二人合わせてザ・タッチじゃん。僕大島ちゃん。僕はジェイです。さあということで今日はモンストバババイソンチャレンジ。何すか。はい、ごめんなさい、死ぬバババババイソンチャレンジ。余計わかんない、バが多くて、はい、ババシルバーシルバー来てる、シルバー、あのドラえもんコラボで、ああシルバーシルバー来てる、はい、あ、じゃああれおばあちゃんのモノマネじゃなかったんですか。いや、違う違う違う、ドラえもんだ、ドラえもん、そうなんです、ドラえもん、おばあちゃん、僕、拓也ちゃん、これ、あの、わさびのわさびのバージョン、新しい方じゃないやつ。シルバーを、はい、あの、ババアとバイソン、うん、同時チャレンジ。いやいやシルババイソンね。シルババイソン、シルババイソンチャレンジ。いや渋滞してるからってそんな一気にはダメですって。そうです、それなら僕もキツネ使わせてください。いやもう勝てないよ、勝てないから。ラスキツネも、いや、まあ、だ勝てないですから。コンテニミン使えばいいだけです。拓也さん、いや勝てないですって。いやいけるでしょ、シルバーだって簡単だって割と。いや簡単っすかね、まあまあ簡単っすけど、上手にパンドラ引っ張れるからじゃないですかこれ。そうだね、上手にキングかパンドラ引っ張れるかで、あと2人を無視。だから俺を爆発として使って上手に。あ、そうか、バイソンをで俺の斬撃で消す。いや消せないっす、消せないっすよ。だからいけるのかな、はい、はい、じゃあシルバー、はい、シルバーバイソンチャレンジ、はい、ストライクショット、ショットショット、一応宝箱を使う。あれオオシマさんだけど、あー、悪魔のワイファイだ。違う、俺ちゃんとやりましたけどね、オオシマワイファイ。あれ俺ちゃんとやったけどな、悪魔のワイファイに乗り込まれてんな、これオオシマが、あー、開けてきた、あー、なんだろう今、オオシマだけ今画面変わったなと思って、うん、そうですよ、やっとだ、大島が持ってる悪魔のワイファイ。悪魔のワイファイってなんすか。悪魔のポケットワイファイ。逆に電波悪くなる。これはまあそうですね、パンドラは、まあ、ダメを出ますけど、ババアがダメを持ってないからこの辺ですよね。そうか、バイソン持ってるんですね、バイソン持ってる、ドテキ性、ドテキ性ではないっす。邪魔にならないっていう、スコア稼ぎついてる。そっか、スコア稼ぎ、メダルを稼げる。わー、間違いないですね、パンドラ。でもさ、パンドラの友情とかだけで結構入るね。そうだね、強いですね、うん、これバイソンを拾えば、バイソン引っ張って、ただあれは取んないで、いや、あ、もう遅いっす、遅くねえだろ。いや、もうそんな、やる前に言ってもらわないと。なんちゃんとドラえき集めもしたいんだよ。そうですよね。まあそうですね、静かちゃん曲にしたいですもんね、やっぱり。いや別に普通の、別に何も言ってないで。いやいや、ちょっと怖い、間が怖いんだ。芸人さんすぐ間怖がる。あ、いいよいいよ、よしよしよ、弱点に入れなきゃね。これナイスナイスナイス、いいよ、いい、すげえよ、ババアバイソン。いや、ババア強くない、何にもしてない、ババアとバイソン何もしてないですよ、何もしてなかった。爆発で、うん、ジャイアンとかも音曲になるんでしょ、なんか、ね、なるらしい、後々なるらしい、後半でなるって言ってた。うわぁ、スネオのジャイアン、カン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 、いや、それ M1 の音楽やつ。そんなんで M1 のやつみたいに。誰だ、動かねえな、誰か悪魔の Wi-Fi に吸い込まれてる。なんでだろうな、大島ちゃんの悪魔の Wi-Fi だろ、大島ちゃんの悪魔の Wi-Fi なんだ。わー、つえー、だってポケット Wi-Fi 持ち歩いてるの大島ちゃんの Wi-Fi だろ。いや、違うんですよ。でも俺ちゃんと心に繋いでるんですけどね。はい、さっき繋ぎましたけど、これ、あの、育てます。うん、わかりました。じゃあ、あ、でも倒しちゃうんじゃない。まあ、もう、まあ、うわぁ。何で、あぁ、積んだ、積んでないでしょ、積んだ餅、積んだ餅、え、なんすか今、ごめんなさい。いや、おい、何してんの、これのファンもいるんだよ。これちゃんとしてくれよ、やんないと。セバでしょ、あなたの。積んだ餅って聞こえちゃった。積んだ餅つったよ、ちゃんと数
滑舌の問題でした。こっちで現代っ子、現代っ子だ、現代っ子チャレンジか。現代っ子チャレンジ。そうですね。おばあちゃんと孫のチャレンジ。確かにちょっと、ちゃんとやんなきゃな。あ、もう適当に言ってもらって大丈夫なんで。確かに、その上から入って、あのシルバーの左に。どっち、まあ、どっちの話シルバー。シルバー。はい、ここ、ほら。うわあ。やば。すげえ。いや、すごい今の。ババアが起こした奇跡。いや、すごいな今の。一本持ってきそうになってる。すげえな。で持ってけないっていう。ギリ残るっていう。今のすごいす。すげえな。はい、いやいや、これ処理していかないと一匹ずつ。いやいや、そういうやつじゃないです。はい、即死級のあれ来る。いや、これ、まあ、確かに強いですよ、ね、即死級のあれが来る。あれなんですか。レーザーです。わぁ、これもう取っちゃいますよ。カム取らない方がいいですもんね、でも取ったら。いや、もう取って抜けるんじゃない。パイソン引っ張って、パイソン、あ、でも倒しちゃうな。ほら、取っとけばよかった。うわ、取っとけばよかったな。ドラキ集めてんのにな、俺。でもこれ、そうっすね。きた。お、さあ来い、宝箱欲しい。宝箱が来るか。金の宝箱。どこで来んの。どっかで来ます。僕じゃあ、最初とは限らない。最初とは限らないと思います。なるほどね。これ最終ステージ。僕も最終ステージでしたね。わ、何にもできないな。いやいや、何もできないことね。めちゃくちゃできるだろ。感謝になって、人生の夢で。あー、入れない。だったら好きみたいに。やべ、アンチブロックなんでしょうか。誰がババア。いや、ウィンド、アンチウィンド。そうだな、何もでもそれで何もできないと思うなよ。貫通になってそこ入れ、よし、おー、そうそうそう、そう、おー、俺だな、ダメージは一番のダメージ源は俺だな。いやいや、違うんすよ。使いこなしてるな。まあ、使いこなしてますけど、うん、使うの上手くなってきてますからババアを。おー、あー、もうバイソンとババアでやってもらう。いやいや、マジで思いっきりパンドラ引っ張った。パンドラの力は関係ないよ。いやいや、パンドラの力のみですよ。力ですよ。あ、これ横から行けっかな。そうすると右のやつしか倒せないけど。あー、キング、キング、あ厳しい。もドラ焼き、いや、ドラ焼きやっぱ出来たてが一番美味しいんで。そうそうそう。じゃあ、そうか、ドラ焼き3つ見てるの。今日やべえな。全然違う。ドラ焼きの出来たてってなくない？あります？食べたことあります？ちなみに。いや、その話盛り上がんなそうだな。何なんすか、いいじゃないですか。あ、俺だった。早くスピークに狙ってるよ。あいつ入れるかもしれないですよ、これ。バイソンに会いに行く。おお。これど、あ、まだたまんないのか。ババア。いや、違います。ババアも大丈夫です。パンドラ、パンドラとか。どうなってこっすね。ラストで撃てるかってとこに切らないかも。キングは撃てるの。キングはボタン。これスピードアップでしたっけ？ただ、そう。ああ。え、ここは、うん、何がそれ処理しとかないと危ないもん。いやいやいや、いやいやいや、全然何も危なくない。あと一旦で即死、即死級の。いや、来ないっすよ。でも、この反射員がやばいんすよ。反射員、反射員、反射員、反射員じゃなくて反射員。こいつのレーザーめちゃくちゃ痛いんですよ。意外と痛い。だから、結構やばいっす、これ。大丈夫、あんま大丈夫か。一体な、大丈夫か。この反射レーザーで、ね、やられちゃう。最後はもうパンドラの SS、うん、そうですね。いや違う違う、ババアの SS でなんとも、いや、なんともなんないんで、ババアです。伸ばしちゃう。でもキングの SS で飛ばせちゃうんですよ、強いっすね。めちゃくちゃ、これ剣だからキングに取らし、そうだ、ね、あ、そうか、キング取らした方がいいか。あっ、なんで一瞬取れ。いや、それなら取って、あ、ギリギリ残った。あ、バイソンが取ることになりそうだな、これ。もうしょうがないっすね。あ、え、じゃあ僕取っていいっすか。僕取ってもいいか、ね、いや、取ってもいい。ありがとうございます。偉い、ちゃんと調整してあげて。ありがとうございます。さすが。バイソン、そういうのもできるから。うん、
いや、バイソンができたんだけど、カズヤさんがやったんですかね、はい、位置が良かっただけよし、剣取ってよし、じゃあこれでもう SS って終わりですね、はい、キングとパンドラで終わりですね。ほら、バイソン素浴びでバリア持ってるから。いや、違いますね。なんでなんですか。いや、そうだよ、もともとそうだよ。違いますね。おー、来た。おー、やったー。使って使って、使って倒していいですか、うん、これはちょっと待って、あれ何開けてよ、ちゃんと。あれ、何ターン。8ターンです。はい、8ターン。だから絶対大丈夫です。そんな硬くもないんで、もうこれで OK。 これ何ターン落ちるんだろう。1か。やったー、まあ、でも金ドラ、金のやつが出るの。そうです、そうです、これなかなか出ないですからね。やっと一発で出た。すごいね。決めちゃいます。ちょっと上から決まらない、決まらない、パンドラ拾っていけない、あの、決まらないんで大丈夫です。ちょっとやったね。おー、ちょっと、ちょっと惜しい。ちょっと惜しい、ね、ちょっと惜しい。攻撃をカップしてるから。あーあーあー、もうあの、なんですか、ね、ここで SS 残ってたら止め、飛ばしてたの。ループヒットで。あ、ループヒットで。いや、しない、しないですよ。どれぐらいでもダメージ出るのか気になりますね、縦感で。ちょっとずれてちゃう、もうずれてっからもうダメだよ。じゃあこれで決めますね。ドラ焼き取って。わかりました。大きくない。はい、じゃあドラ焼き取ってしまいですね。いけるな、全然いけたな。キツネも、キツネも、キツネもいけたわ。ハガな、パンドラ1のこれでいけたかも。確かに。よーし、よっしゃー、やったー、はい、うまい、うまうま、いろいろうまい。いやー、これはババアスワビでバリア持ってる。いや、ないです。全部付与してもらって、この4体に分かれてるのババアの能力。い違いますよ。ババア分身しない。ババアに触れると4体に分かれる。めちゃくちゃ強いじゃないですか。はい、クリア。よっしゃー、なんか簡単にいけちゃったな。見せて見せて、金ドラ、金ドラ初ゲット俺。いや、これは嬉しい。金ドラめっちゃくる。お、見た、ドラちゃん、かわいい。さあ、かっこいいな。いいなー。いやー、これはいいっすね。ね、魔法陣ですもんね。うん、ダメ魔法陣。やったー。いいっすね。はい。うん、なんか赤下とかで使えるのかな。どうなんだ。まあ結構俺の目立つかせ。そこは稼げる。A ランクで。これで回ろう、みんなで。そうだ、いや、回らないです。いやです。すぐ外してください。さあ、ということで、はい、パート、はい、シルバーで、キツネ、ババア、ババア、バイソン、バイソンチャレンジをやりますね。あの、やらないで。やりません。やりません。ということで、皆さん、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます、はい、また明日も見てね、バイバイ。新機能実装、iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン